柴崎厚は、競輪選手。日本競輪学校第91期卒業。日本競輪選手会三重支部所属。師匠は、佐久間茂光。兄、柴崎敏光も、競輪選手であり、日本競輪学校の同期にあたる。10歳の頃から、競輪選手を目指していた。三重県立友明高等学校在籍時代、2004年の、 ジュニア世界選手権自転車競技大会チームスプリントにおいて姿一同大西優斗のトリオで2位に入る。1回戦で記録した47秒110は250メートルバンクのジュニア日本記録である。また同年の全国高等学校総合体育大会自転車競技大会のスプリントを制覇。これらの実績が認められ、 高校卒業後、スイスにある、ワールドサイクリングセンターに留学した。帰国後、同期の中ではただ一人、特別選抜入学制度により、日本競輪学校第91期生として入学。ジュニア世界戦でトリを組んだ、姿、大西も同期である。同校卒業後、師匠である、佐久間茂光の指導を受け、2006年7月17日、ホームバンクである、 四日市競輪場でデビューを迎え一着。2008年、ホーム四日市で行われた、記念競輪決勝戦を制し、動機として、最初の記念優勝者となった。平成20年優秀選手賞を受賞。2018年11月、第60回朝日新聞社会競輪祭で、GI 出場52回目にして、初の決勝進出を果たした。ありがとうございます。